最高。ジャリバリやばかった。結構危険なレベル。すするね。うん、全然辛くないです。独自スパイス。香りがめちゃくちゃいいです。ご飯迷うな。さらにこんな感じ。すいません。私これ通らないんですよ。すいません。すいません。はい。どうか。ご飯あの。ミニご飯ミニご飯お願いします。はい、お待ちください。3回目で通った。はい、ありがとうございます。めっちゃかわいい。ありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございます。腹いっぱい。これは勝ったよね。これ選ばれありがとう。これ乗ってきたよね。失礼します。子供に絡まれました。川川うどんさんでした。キーマカレー食べました。食べれました。ここのキーマカレーが気になっていたので、とても満足しております。まあ、あったかいんでね、キーマカレーは。麺のコシとかはね、失われますが、とてもスパイシーで。だけど、辛くないんですよね。なんで、すごい美味しいカレーをまとったうどんという形になっております。腹いっぱいっす。どうしてもね、キーマが余りますんで、ショーのお米を頼みまして、キーマカレーライスとして最後いただきました。腹いっぱいです。なんとか3杯目ですね。はい。いやー。腹いっぱいです。もう一杯ぐらい食べたいんで、ちょっくら、この辺ブラッと走ろうと思います。あー、やばい。ジャリバリやばかった。ハイヤがはまって。あっつー。倒れよった。危ねー。危なかったー。超熱い。
皆さん元気ですね。やっぱりね、海で太陽のね光量だったら元気ですよ。海水浴がね自粛ってね、太陽を浴びないと。太陽、ああ眩しい。ほんまに暑い、外結構危険なレベル。砂だらけやしな、得点やるんじゃなかったぜ。中まで砂だらけ。いやめっちゃ鳥がおるねんけどな。そこにおった鳥は逃げられちゃいました。お騒がせしました、すいません。というわけで帰ろう。4杯いただきました。またね、来週に、あとで125でまた泊まりでね、一発、あ、一発じゃん、すいません、一泊二日でまた来ます。またかと。次はね、タケさんとノリさんと、あともしかしたらタケさんのお友達が参加できるかも。というわけで次は複数台にね、うどん星人が集まってうどんツーリングで参りますので、またいつもと違った動画をねお届けできるんじゃないかなと思っております。それではまたお会いしましょう。はい。うどん星人で無制限マスターの私にね、うどんで勝負してくるなんて。さ、マジで無制限マスターです。お、のりさん。借金返してもらいます。待ってよ。か、行くんかい。待てい。あ、行くんかい。これ見せたら怒られる。やっぱやられましたね。そうそう、あんなカップルできたらね、絵になるのよ、この辺は。そういうとこよ、おっさんが側転しとったらあかんで。今緑っていうところで休憩入れてます。暑い。
めっちゃ水分取ってるけど全然足りないぐらい。トイレの工事のおばちゃんがね、休憩中ぼーっとしてはったから、この塩分チャージをお裾分けして、塩分はね、ほんま常に取った方がいいっすね。まあ、仕事柄ね、こんなよう持ってます。毎日ボトボトになってますんで、ね、いつも香川行った後ここで休憩して、トイレと自販機しかないっすけどね、逆にそれやからいっぱいになることないんで、ここでのんびりして帰ってます。